はい、皆さんこんにちは、もものパンパステルです。今回はインドコキンメフクロウだったかな、かわいいフクロウなんですけど、実物とどうなんだろう、多分 すごくちっちゃいんだ、ちっちゃいんですけど、あの一番の問題は、まあ、まだあのやりかけて一番の問題はこのエドちゃんの場合はエドクちゃんって言うんですけども、このスポットっていうのがインドコキンメに入るんですね。でこう綺麗にこうハートマークわかるかな、入ってるんですよ。でこのハートマークをこう書いていくのに、まあどうしようかということで、ちょっと悩んだんですけども、このチップあまり使わないんですけども、これ1個今書いたんですけども、これをちょっと失敗するかもしれませんが、こう持ってきて、でこうですね。ちょっとここはうまくいかないかな。でうまくいかなかった場合、はみ出たとことかはこう練り消して消していくみたいな感じですね。うん、こんな感じで、積み重ねて、積み重ねてって変だけど、まあ、あの薄い濃淡を作っていって、あの体の部分ですね、描いていこうと思います。まだまだ先は長いです。では、今回は、このチップを主にあのやってます。あとこちらのチップですね、見えてるのかな、この2つのチップを主にして、描き上げていってます。では